クレベリン・クレベリンは、広ゆき薬品が発売している二酸化演奏を主成分とする、ウイルス除去、除菌を歌う雑貨のブランドで、同社の登録商標である。薬規法に基づいた、品質、有効性、安全性は確認されていない。部屋に置いて使うと空間中のウイルス、菌、匂いを除去すると歌っている、ゲルタイプと、除菌や消臭したい場所に吹き付けて使う。 スプレータイプなどが販売されている。医薬品、医療機器ではないゲルタイプは消費者庁から措置命令を受けている。製品名であるクレベリンとは今までになかった方法でクレバークリーンからの造語である。2018年9月に発売以来初となる全面リニューアルが行われた。デザインが刷新され容器は白基調となり、 新たに設けた C ドットと呼ばれるアイコンとクレバーンのエイジのロゴを表記するのみとなり、外箱に表示のブランドロゴは従来のエイジロゴメインからカタカナロゴメインに改められた。また、外箱や置き型、スプレーの容器ラベルに広行き薬品の車掌であるラッパのマークを表記しない代わりにエイジの太古ロゴを表記するようになった。2019年5月、 日常除菌分野に特化した姉妹ブランド、クレベを立ち上げると発表。同年9月より3つの新商品が発売されている。置き型の内容物部屋に置いて使うゲルタイプ。広行き薬品によれば、容器内のゲル剤から発生する二酸化塩素により、空間中に存在するウイルス、菌、匂いを除去する効果があると謳われている。主な使用場所は、 寝室やリビング等の室内で内容量 60g と 150g の2種類がある。発売当初はクレベリンゲルとして発売されていたが、2018年9月のリニューアルで製品名が改められた。また、翌月には置き型専用ケースが発売された。専用ケースには置き型 150g が同梱されており、同梱文が交換時期を迎えても新しい。 クレベリン置き型に交換して、継続使用が可能である。広雪き薬品の特許技術により、長期間溶液中に二酸化塩素の有効濃度が維持している。ウイルス除去、除菌、消臭をしたい、空間中にスプレーしたり、直接吹きかけて使う。使用場所は、居住空間、洗面所、トイレ、キッチン用品等。また、オートブツ、おむつや生ごみ、ゴミ箱内等には、 直接吹き付けて使う。300ml 入りのクレベリンスプレーと 60ml 入りのクレベリンミニスプレーがある。スティックタイプ。スティックを曲げることで、スティック内の液剤とゲル化剤が混じり、成分が発生し始める。ペン型の専用ケースにスティックを入れ、ケースを胸ポケットやネームホルダーなどに装着して使用する。発売当初は、 クレベリンパー,ーセーバーとして発売されていたが、2018年9月のリニューアルで製品名が改められた。また、白のみだったカラーバリエーションが2019年9月にブラックを追加して2色展開となり、同時に着脱可能なフックパーツを同梱し、ベビーベッドにかけたり、机に置くことが可能なスティックフックタイプが発売された。なお、キャラクターとのコラボレーションによる、 数量限定品が発売されており、専用ケースを収納するストラップカバーが追加される。二酸化塩素を液体に溶存させたとき、二酸化塩素ガス濃度は時間経過と,とともに減少してしまうため、その濃度を一定化させることが不可能であったとされる。広雪薬品は、溶損二酸化塩素ガス、亜塩素酸塩、pH 調整剤を構成成分とすることで二酸化塩素濃度を一定に できるという理論により、液体中の二酸化塩素濃度の一定保持化に成功。この技術により、今まで困難であった二酸化塩素液剤、ゲル剤の流通性運化が可能となった。国民生活センターは2010年8月から10月、二酸化塩素による部屋等の除菌を謳った商品について、使用中にどのくらいの二酸化塩素が放散されているのか等を消費者に、 情報提供をすることを目的に旧銘柄に関して調べた。この結果、クレベリンはに3回に阻ガスの安定的な放散が認められることが示され、国民生活センターの報告書に記載された。なお同センターは発表に際し、明らかな放散があればよいといった判断をしたものではないむコメントしている。風では消毒剤を室内で人体に対して空間噴霧することは、 いかなる状況であっても推奨されないとしており、屋外であっても人の健康に有害となりうるとしている。また、米国疾病予防管理センターは、医療施設における消毒、滅菌に関するガイドラインの中で、消毒剤の噴霧は空気や環境表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しないとしている。 ピアノの横にクレベリンを置くことで弦などの金属部分が腐食したという指摘が調律師などからなされている。J、キャストニュースの取材に対して、広ゆき薬品は主成分の二酸化塩素には酸化作用があり、ピアノの金属部分が腐食する恐れはあります。二酸化塩素は空気より重いので下に流れていきます。クレベリンは ピアノから離れた棚の上などに設置するのが良いでしょう。と答えている。二酸化塩素は航空法上の搭載禁止物質に該当するため航空機への機内持ち込め、預け入れが不可となっている。日本国内の各航空各社は自社サイト上で各種レベリンの持ち込め禁止に関する注意喚起を行っている。2014年3月27日 広幸薬品のクレベリンゲルとクレベリンマイスティックに対し消費者庁より経費法に定める有料誤認表示に該当する広告表記について措置命令が下された。室内に置くだけで、室内の空間において放出される二酸化塩素がウイルス及び菌を除去し、カビの生育を抑制するとともに消臭するかのように示す表示に対してそれを裏付ける。 合理的根拠が示されなかったことが原因となった。広き薬品はこれに対し、ウェブサイトで使用されている該当表現について、ご利用環境により、成分の広がりは異なります。という注意文言を入れる等の修正対応を実施。同社は、二酸化塩素分子には、空間中のウイルスや菌を除去、カビの生育を抑制、消臭する働きがあることを確認しているため、 今後も実製品による一般居住空間等での検証を繰り返し、その結果をもとにして分かりやすく誤解のない広告表記を行うとのプレスリリースを行った。ウイルスを無毒化することを効能、効果として明示とする場合、医薬品、医薬部外品の承認が必要であるが、クレベリンは承認を得ることができておらず、薬規法に基づいた品質、有効性、 安全性は確認されていない。2015年、広行薬品は、西アフリカのギニア共和国と、リベリア共和国に、ウイルス除去製品、クレベリンスプレー、クレベリンゲルの無償提供を行ったとされる。広行薬品のプレスリリースによると、製品提供は、日本国外務省を開始、ギニア共和国の先訓しら中日地し、 リベリア共和国のヤンゴーセベリー・テレオーダ駐日大使の要請に応える形で実現した。背景としては、広き薬品がこれまで言った二酸化塩素を用いた種々のウイルスや菌に対する検証と、その結果をもとにした42件の特許や26件の発表論文が評価され、二酸化塩素を用いた除菌が両国内の衛生対策のさらなる手立ての一つとして期待できると、 両国から判断されたという。2016年7月に、広行薬品とアース製薬が、資本業務提携契約が締結され、この一環として、2017年3月に、広行薬品とアース製薬の共同開発による2、酸化塩素を用いた、除菌消臭剤、クレベリントイレの消臭除菌剤がアース製薬から、発売され、アース製薬会社のジョンソントレーディングからも、 ジョイペットクレベリンペット周りの除菌、消臭が発売された。なお、これらの製品は、除菌や消臭を目的とするもので、ウイルスへの効果を実証していないので注意が必要である。販売元の広行き薬品が2020年5月12日に発表した同年3月期連結決算は、売上高が、前期比43.6%増の149億円。 純利益が73.3%増の24億円となり、いずれも過去最高になった。新型コロナウイルスの感染拡大により、クレベリンに特需が起き、業績を押し上げた。また、ハンドジェルなども含めたクレベリン関連製品の売り上げは、前期比91.5%増の93億円を記録した。以下は、過去に出演した著名人、ありがとうございます。